この神社は鎌倉幕府を開いた源頼朝公が社殿を造営したと伝えられているお宮でございます。また徳川の時代に入って大阪の役が起こりますと木更津船が活躍して勝利したのもこれも霊剣加護の賜物であると、銀子並びに道庁を家康公から賜りました。また関東三大神輿の一つと言われております。重さ 1.5 トン、担ぎ手も優に50人は必要とします大神輿、これも1850年に奉納されたものでございます。長い歴史と貴重な文化遺産を持ち木更津市民の心の拠り所として木更津の中心に鎮座しております八剣八幡神社にぜひお越しください。木更津は海苔とか青柳、花子とか名産になります。